さあ楽しんでいきなさい。そうそう、金をたくさん使うのも忘れないようにな。なんだこれは、コニーパーク？さて何だったかな。だがいい匂いがする。我がジェッサーランドにそれを加えれば今まで以上に客、いや金が呼べるぞ。21世紀、それは好都合。私は何よりもまずお客様を第一に考えている。なぜならばお客様の大切なお金は私の大切なお金と言ってもいいからだ。そこでだお嬢さん、一つ私から提案なんだが、この遊園地は私に譲ってくれないかね。様に何かあれば金庫の金が泣くことになるのだ。わしはわしの金出しのために無事に帰らねばならんのだ。さっさと出せ。違う、ピエロどもは全て廃棄だ。修理にいくらかかるかもわからんし、重量がかさめば燃料代もバカにならん。なら全て買い替えた方が安上がりだ。どうせあのポンコツ飛行船、制御不能で墜落するのが関の山だろう。まとめてスクラップになってもらえば一石二鳥。わしは金にならんことは一切やらん。わかったな、プテラ。さあ、帰って新しい金儲けだ。なんだ？さあ、おお。なんだと？なんとかしろ！ありがとうございます。一周30分たったの500円です。おうちに帰